何これ遊園地すごい、ちゃんちゃらちゃんちゃんちゃんちゃら。さんです。これをね、装着してトイザラスに行くとジュラスのキリンのね、プログライズキーが購入できるということで、ゲットしました。おー、このお店の人に持って行って、そしたらドライバー見せてくださいって言われて、はいって感じで、はい、ゲットしました。イエーイ。それでは開封したいと思います。はい、ということで、購入してまいりました。こちら、バババババーン、スパーキングジュラフプログライズキー。はい、こちらを開けていきたいと思います。はい、こちらの、プログライズキーはですね、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、あのムーちゃんが腰につけてましたのね、ベルトを、トイザラスにつけて、行くと、もう、買うことができるというね、ちょっと新しい、ものになっていて、ネットとかではね、買えないものになっております。はい、いやー嬉しい。ジラフ、キリンですね、今回は。で、その公式サイトとかを見るとね、そのこのプログライズキーをつけた01の姿と、そのね、性能とかもね、書かれてたりして、放電自在のエレキタワー言われてまして、これですね、この黄色いパーツがそのね、キリンの性能をまあ体現していて、首周りや体幹の強化によって打撃格闘の威力が高められてるそうです。すげえ。なんかこういう一つ一つのプログライズキーに事細かな設定がやっぱりついてて、そういうところもすっごい魅力的やなと思って、さらに楽しめると思うので、まだそういうのをチェックしたことなかったなっていう皆さんは、ぜひね、こういうのを買った際にはぜひそのネットでね、どういうパワーがあるのかっていうのを調べてみてください。めちゃくちゃ面白いですこれも。ということで、こちら早速開けていきたいと思います。はい、こちらでございます。うわー、いろんな動物だね、出てきてますね。はい、こちらでございます。やっぱ色味は黄色、オレンジ寄りの黄色って感じで、この裏側とかもね、やっぱオレンジ寄りですね。ちょっとクリアっぽい感じなのかな。こちらキリンが描かれてて、アビリティはエレクトリック、エレクトリックです。はい、でオープンすると、はい、こういう感じでね、いつも通りこのキリンの骨組みみたいなのが描かれております。それではね、音声確認していきたいと思います。それでは押します。おお、この2パターンですね、今のエレクトリックとジラフなんちゃらなんちゃらアビリティみたいな、もう一回聞こうなんて言ってるんやろ。ジラフアビリティ、アビリティ、あーすごい。しかもちょっと電撃が走ってるような音のエフェクトとかもついてて、めっちゃかっこいいですね。いいな。それではね、ゼロワンドライバーにつけて遊んでいきたいと思います。はい、ドライバーをセットしました。ということで、今回もこの変身遊びからやっていきたいと思います。変身する順番はね、いつもと同じなんですけど、今一度説明します。プログライズキーのこのボタンを押して、ね、こちらにね、スキャンします。音が鳴ったら展開して、ここに差し込む。それではやってみたいと思います。おー、すげえ。え、何これ遊園地
すごい、ちゃんちゃらちゃんちゃんちゃんちゃらちゃんみたいな遊園地みたいな音が流れました。新しい、え、こういう感じ。え、なんか私想像してたのめっちゃかっこいい系かと思ったんですけど、まさかの可愛らしい感じでした。え、面白い。ということでね、この変身した状態でプログライズキーをこの押し込むと、必殺技がね出るということで、そちらもやっていきたいと思います。えいっ、おー、すごい、やっぱり可愛いんや。ちゃんちゃらちゃんちゃんちゃんちゃらちゃんちゃん言ってましたね。マジか、え、面白。はい、ということでね、次はこちらショットライザーにつけて変身していきたいと思います。はい、それでは続いてこちらのエイムズショットライザーにつけて変身していきたいと思います。こちらの手順はですね、プログライズキーのボタンを押してこちらのスロットに差し込みます。そして展開してトリガーを引く、これで変身ができるのでやっていきたいと思います。ですね、このちょっとオレンジとこの青のこの組み合わせがすごい、なんか反対色でこうお互いをね、なんて言うんですか、引き立たせ合うというか、めちゃくちゃかっこよくないですか。え、これはいい。なんかさっきはちゃんちゃらちゃんがちょっと強めやったから可愛らしい感じだったんですけど、やっぱショットライザーにつけてみるとこうかっこよさが際立ちますね。ということで、こちらでもね必殺技遊びやっていきたいと思います。必殺技はこのボタンを押して、トリガーを引くで、出すことができます。いきます。いや強いな、ジラフ強いな、なんかジラフ感が一気に出た。面白い。じゃあ今のが、このベルトにつけたままの、必殺技やったんですけど、外して必殺技を向け出してみたいと思います。いきます。はい、こういう感じで、いや、いいですね。もうこの音楽ちょっと覚えたかも。いやー面白い。チャンチャラチャンチャンチャラチャン。いや、いいっすね、好き、これ好きです、めっちゃ。はい、ということでこちらのスパーキングジラフプログライズキーはですね、トイザラスに、このこちらの、秘伝ゼロワンドライバーを装着していったら、こう買うことができます。結構ね、今もう売り切れちゃっているお店もあると思うんですけども、ぜひぜひまだゲットできてないよっていうあなた、ぜひこの機会に買いに行ってみてはどうでしょう。でね、このベルトをねつけていくのがちょっと恥ずかしいなと思うかもしれないんですけど、トイザラスに行くとね、きっとベルトをつけた仲間がいると思うので、きっともうドヤ顔で買えると思います。そしてこちらのねプログライズキー、今回紹介したんですけど、もう本当にびっくりしました。なんかそのトイザラスとのなんかコラボじゃないけどで、限定で発売ということで、このキリン、トイザラスのねで、やっぱキリンのロゴが有名じゃないですか。だからこのキリンなんかなとか、そのちょっとトイザラスってやっぱおもちゃ屋さんやから、そのちょっとおもちゃの国っぽい感じの音楽なのかなとか思ったりしました。はい、ということでですね、こちらのプログライズキー、ぜひぜひ皆さんもゲットしてみてください。評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブちゃん、くるみチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。こんにちは、くるみです。
ーちゃんです。小学生の時とかってこういうシャーペンに飾りがついたものよく買いませんでした？で、高校生になるとクルトガが流行るっていう、もうめちゃくちゃあるあるだと思います。ということで、くるみチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。